はい、どうも、ヒコマンです。ポケモン GO でバトルに注目するライバルイベントが開催されます。てなわけで、日時は5月4日10時から5月9日20時まで。やっぱり短いですね。イベントボーナスです。ジムでフォトデスクを回すと獲得できる XP が10倍です。ポケモンを捕まえた際に獲得できるポケモンのアームがリボーイリボーイ。色違いのザングース、ハブネーク、嘆き、打撃、クイタラン、アイアントと出会いやすくなる。注目ポイントはここです。出会いやすくなるんで、普段よりは出会いやすくなります。その名の通りですけど。その加減がね、ちょっといまいちわかんないですけど、出やすい時は出やすいです。まあ問題はどれだけ野生分けするかってとこですね。そこでこれです。野生で出会えるポケモン。以下のポケモンが野生でいつもより多く出現します。サンド、アローラの姿、マンキー、ニョロモ、ワンリキ、グライガー、ラルトス。この辺はお腹いっぱいです。運が良ければ以下のポケモンとも出会えるかも。ベロリンガ、マッキョ、ガラルの姿。イベント中には上記のポケモンに加え以下のポケモンとも出会えるかもしれません。5月4日10時から5月6日10時まではザングースとハブネーク。限定ポケモンね、限られてるんですよね。まあ集中できいっちゃいいんですけど、そんなずっとポケゴーやるかって感じですよね。まあ色違い持ったら、ね、やることはないですけど、レアなんでね、ほぼ持ってないですからね。まずハブネーク持ってません。で次です。5月6日10時から5月8日10時まで嘆き打撃。私は嘆きの色違いを持ってません。打撃は持ってるんですけどね。続いて5月8日から5月9日までクイタラン、アイアント。アイアントは自力でゲットしました。クイタランはいただきました。海外ポケモンはね、ゲットする手段がないんで、もう遠慮なくもらいます。日本で取れるポケモンの色違いに関してはもらいません。そしてレードバトル、一つ星レードがマンキー、ヒメグマ、ウリム、ジャラコ。ジャラコがまあいいかなという感じです。まあ仕方ない、ここに無料パスを使うか。ジャラコもあれなんですよね、またコミュニティであるんですよね。コミュニティではね、ほんと考え物ですね。一気に価値が下がります。そして三つ星レード、ザングース、ハブネーク。ハブネーク見つけたらやっていきます。レードだとね、色違いが出やすいとかあるといいんですけどね、そういうのはないようです。レードもね、さっき言った日時で変わります。フィールドリサーチのタスクで出会えるポケモンです。サンド、アローラの姿、マンキー、ニョロモ、ベロリンガ、グライガー、ラウトス、マッキョ、ガラルの姿。オールスルー。ここに限定ポケモン出てきて欲しかったな。少しでもね、出会える数を増やしたい。タイムチャレンジあります。イベント期間中は特別なタイムチャレンジを楽しめます。タスクを達成すればリワードとして XP、 不思議な飴、技マシンノーマルが獲得できるほか、イベントにぴったりなポケモンと出会えます。同時にね、GO バトルウィークエンドもあります。 GO バトルリーグやりたくないんですけどね、報酬が魅力的なんですよ。これはなんだろう、すごい技マシンがもらえます。まあ、負けてもいいんでね、10回やりましょう。そうすればね、貴重なすごい技マシンがもらえます。ビーチサンダルももらえます。本当この10回やるのもね、ストレスなんですよね。多分やらない人は気持ちがわかると思うんですよね。非常に憂鬱です。ポケゴと別にしてくれないかななんて思いますけど、まあ育てたポケモンがね、戦えるっていうのはすごい醍醐味ですよね。それにしてもね、 GO バトルリーグはね、ガチになりすぎた。すごいですよ、ゲーム性的には。集中力と判断力と反射力、記憶力、いろんな力が使われます。だからハマる人にとってはハマるでしょうね。私はハマらないタイプです。で、ライバルウィークのタイムチャレンジはこちらです。これは捕まえていけばいいんでね、なんとかなるでしょう。とにかくね、強化が多い。毎回言ってますけどね、強化っていうのはね、必要な時に強化するんですよ。こうやって言われてするもんじゃないんですよね。強化したいポケモンもね、すでに強化してるんですよね。まあとりあえず格闘タイプのポケモンを15匹強化する。これやりましょう。いいやついるかな。格闘、お、いますね。 15CP15 ならね、強化にかかる砂が少ないんで良いです。強化2、3、4、4回までです。4回までね、1回200で済みます。強化、ほんとこれ無駄綱ですよ。そしてもう CP の低いものがいないのか。あ、42がいます。あー、これもすでに400。これか、200 1、2、3。うわー、 3回目でもう1回400になります。2回までなら200なもんで、2回まで、これも1回200です。どこまで200なんだ。強化1、2、3。あー、3で400になっちゃう。2です。強化、これはどうだい。これも200。1、2、3。あー、これも3回目で400になっちゃいます。2回。強化、あと5回か大変なんだな、これ。いつも強化がね、厄介です。これも200。1、2、3。あー、これも3回で400。強化、あと3回です。これだ。これ400。これ200。1、2、3。これダメですね。2回までです。
強化。あと1回、あと1回なのに200がないです。あ、これ200です。嘆き。ではこれでね、終了です。ポチクリ。はい、 OK です。格闘タイプのポケモンを15回強化する、達成です。あとバトルリーグですね。とりあえず5回やっちゃいます。いや、負けりゃいいんだな。でも負けたくないんですよねそこで負けず嫌いを発揮するっていう。じゃあちょっとやっていきますか。久しぶりにスーパーリーグリミックス。なんだこれ、使えるものがないじゃないか。ほとんどハイパーリーグなんてそんなやんないしな。ハイパーリーグ、まあいつものやつでいきます。最初ならそこそこ勝てます。このパーティーでいっています。久しぶりだな。おお、いいファッションしてますね。これはなんだっけ、エスパーだよね。あ、ノーマルだった。まあいい感じ。格闘、格闘いいね。攻撃室です。まあ岩などであるんですよね。まあいいでしょう。あ、クロスチョップです。大丈夫でした。格闘結構効くな。攻撃室結構減らされちゃいました。そしてゲージの力シールドしております。恩返し、これ来たね。お、いいね。とりあえずだ。まあ食らっていきますか。いや、いいだろう。 OK、ゲージの力シールドしていく。そしてラグラージさんです。シールドしていく。 OK です。打っていく。 OK です。一戦終了です。このランク帯なら私も生き生きしてます10超えたあたりからもダメです。もう一丁いく。うーす。あと4戦勝ちたい。うん、これ、あ、負けてくれるやつです。助かる、助かります。神様、仏様。ありがとうございます。こっちゃんです。で、まずはああいう人が来るとね、安心しますね。救われます。多分あの方は徳がたまりますね。色違い出ます。私はね、どうしても我があるんで貸したいっていうね、欲があります。では、あと3戦。ウォー。さて次は何かな。おー、闇ガラス。あ、これ弱点疲れる。でも負けてくれるやつかな。結構硬いでも負けてくれるやつですね。ありがたい。ちょっと CP 高いんだよな OK です。感謝感激雨嵐です。低ランク帯だからこういう方がいるんかな。やってなくてよかった。あと2戦、お願いします。どうだ、これはガチだな。頑張りましょう。 OKOK、 カット。 OK、 あ、これ弱点疲れるんだ。氷か。まあいいでしょう、押しちゃいましょう。いいファイト。シールド貼ることなかった。やってくれたね。そしてニーフィア、シールド貼らないでしょう。おお、貼ってきた。ラッキー。これはどうする、受けていきましょう。微妙に残る。これ調整したんかな。というわけで、これを出していく。これはノーシールドでいきます。ドレインキッス、まあまあ OK。 どう出る、どう出る。シールド貼ってくる。すぐさま打っちゃう。 OK、 ニーフィア倒していく。次です。 OK、 岩なだれドーン。よーし、あともうちょっと、あともうちょっと。これはシールド。お、危ねえ。あれ、ブレイブアートってあの一発が強いやつだっけ。 OK、 撃破です。とりあえずあと1戦勝たせてくれる人だといいんだけどな。ではもう一丁いく。うーす。おー、ガチだガチ。ギラティナさんか、これやばいぞ。どうする、どうする。ドイにする。溜めてる。引いてきそう。絶対デオキッスに当てるよ。今一つ。めちゃくちゃ食べてる。そして打ってくる。受ける。シャドウダイブ、行ってー。これ一発逆転を狙う。どうだ？オッケー。オッケーオッケーオッケー。これトゲキッス出すと交代されちゃうよね。まあいいんです。これもしかして全部ドラゴンタイプ？ワイドブレーカー。オッケーオッケーオッケー。
ふう、よかった。ガチガチな人じゃなかったですね。 OK です。5戦5勝できました。どんな勝ち方でも勝てばいいんです。あとは格闘タイプのポケモン15匹捕まえる、星の砂を1万手に入れる、レードバトルで3回勝つ。とりあえずこれゲットしますか。ザングースのいる違いはすでに持っております。なんかいいレードないかな。キャンプファイヤー見てみましょう。あ、ハブレイクのレード出てますね。ハブレイクのレードをやりたい。この辺ダメなんですよ、成立しないんですよ。もうワンチャン大西公園、あと2分。あー、間に合うんかこれ。行ってみっか。ちょっと無理があるかな、時間的に。ちょっと公園勘違いしてました。遠い公園だ。しかも人いないっす。急がなくてよかったです。カービゴンがいます。まあブラッと流していきましょう。すごいな、車が。ゴールデンウィークだからこんな道が混むんか。とりあえずね、ハブネーク探しながら三橋公園行って、とりあえずブラッとします。で、肝心のハブネークなんですけど、そんないる感じでもないですね。いた、いないって言おうと思ったらいるっていうね。全くいないわけじゃない。とりあえず行ってみます。どうだろうな、ハブネークの色違い。まあ、なかなか難しいものがあると思います。そろそろです。出ましたね。OK です。さっきこの公園と勘違いしました。ここならまだ成立するチャンスはあります。てなわけで、ハブネークをタップしていく。おお、びっくりした。すごいなんか湖ありますね。多分貯水池を表してるんだと思います。まあ、格闘タイプ捕まえちゃいましょう。いっぱいいる。あと3匹です。あと1匹格闘タイプのポケモン15匹捕まえる達成です。あとは砂ですね。あともうちょっとです。レードバトル3回が厄介だな。まあ、ハブネークレードが あそこ2人いる。あそこ2人間に合わんだろうな。ではね、ちょっとブラッとしてハブネークのレードをやりたいと思います。このシャドウセイク狙っています。人いるとは思えないですけど、わかんない、ワンチャンあります。では一応入ってみます。あ、ハブネークだった。何？どういうこと？ん？ここハブネーク？あれずっと黒卵に見えていたんだけどまあいいや、ハブネークやりましょう。入っていく。ハブネークのレールなんてやりたくないですけどね。まあ、無理ば消化できないのでね、やっていきましょう。あとレードのタスクもあります。準備 OK。 一応期間限定ですからね、記念にやっておきましょう。おっと、ハーブネーク、でかいのが出てきました。シャドウミュウツー 93% 色違いです。これ結構すごいよね。星さんなんでね、そこそこ硬い。激派です。では色違いかもしれないです。ゲッチャレンジ。このおしゃいにです。三橋公園まで来たんですけど、全然レードがないです。ナイアンやる気あんのか。まあこの通りですよ。ハブネークもおりません。なぜかウリームが多いです。これがナイアンクオリティ。せっかくなんでね、このライバルウィークを達成したいところです。あとレードバトル2回です。もうちょっと頑張ってみます。帰ろうと思った矢先に黒卵がいきなり出現しました。ワンチャンこれ狙っていきます。休日の三橋公園でも、ね、人いないんですよ。フレンドさん頼みです。ではあともう少しです。それらしい人はおりません。フレンドさん頼みです。カプレヒレ、とりあえず入っていく。招待していく。もう1名おる。早く2名を招待したい。お、3人いるにはいるけど難しいものがある。お、4人。あの2人が抜けなければいけます。抜けちゃうんだよな、これが。お、5人。あ、ナイスです。フレンドさん来てくれてます。お、6人。 OK です。フレンドさん3名なんとかできます。ありがとうございます。これ本当無理だよ、地方は。三橋公園の隣だぜ。ありがとうございます。フレンドさん4名来てくれました。助かります。では7人でバトル開始です。とりあえず1戦、あともう1戦やりたい。どっかでカプレヒがね、また硬いんですよね、結構。草タイプ使うとね、あの氷技使ってきたりするんですよ。非常に厄介です。あとドラゴンタイプでも効きますね。なので、ゼクロムがやられていきます。まあ、今回、波乗りだからね、全然大丈夫ですけど。もっと数が少ない時に限ってね、氷技だったりするんですよ。それがナイアンクオリティ、ヒコボンクオリティ。2つがドッキングしてすごいことになります。もう向こうになんか変わったのいますね。名前がわからないっていう。OK です。激アです。ありがとうございます。CP はリリ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 リ
1587。あ、落ちた。ふぅ、復帰できることを願います。多分大丈夫だと思いますけど、どうだい。おお、大丈夫でした。そしてノーシャイニーです。とりあえずこれをゲットしましょう。はよ、よいしょ、右端でも出していく。よいしょ。あー、間に合うか。間に合った。1日レート3回するのが本当大変なんですよ。何でもいいんだったらできますけどね。それじゃあする必要ないもんな。 OK、 苦戦闘。なかなか捕まらず。よいしょ。 OK、 苦戦闘。ブルーン、ふー、よいしょ。 OK、 苦戦闘。エクセント出していく。なかなか捕まらないでごわす。くるくるぽい。 OK、 苦戦闘。ふー、捕まらない。よいしょ。オッケー、戦闘。捕まらず。なんでこんな粘るんだ。今日から君は粘るくんだぞ。くるくるぽい。オッケー、戦闘。捕まらない。よいしょ。オッケー、戦闘。捕まらない。くるくるぽい。オッケー、戦闘。捕まらない。どうした。よいしょ。オッケー、戦闘。捕まらない。くるくるぽい。オッケー、戦闘。捕まらない。よいしょ。オッケー、戦闘。捕まらないぞ。くるぽい。オッケー、戦闘。右端でも出していく。くるん。捕まらないんだけど。今のところ全部エクセレントだよ。くるくるぽい。オッケー、戦闘。うわ、これ新記録作っちゃうか。ぐるぐるぽい。オッケー、戦闘。ぐるんぐるん。ゲットできました。くー、厳しかったな。そして評価はブイン。あと一戦。あそこのシャドウレード可能性ないかな。ワンちゃんここのね、シャドウ黒卵にかけています。あと23分。待とう。泣かぬなら泣くまで待とう。黒卵では入ります。いるかな。というか2名います。スイクの対策パーティーはこれでいいかな。あ、抜けちゃうかもしれないな、これな。3人いれば勝てそうなんだけど。3人しかいない。行くのか行くのか。なんか真ん中のレベル50の人行きそうなんだよな。行っちゃいます行っちゃいます。やらないなら抜けてくださいよ。やりますか。行きますか。瞬間で抜けられるのが本当困るんだけど。では3人でレッツラゴーです。多分行けるはず。2名。あ、3人。OK です。多分行ける。クリスラぶっぱしていきます。あ、大丈夫、大丈夫。余裕です。よかった。多分レベル50の人分かってますね。おそらくそこに止まってる車だと思いますけど。クリスラぶっぱしていくよ。この3人は結構信頼が大事でしたね。スイ君の技はなんだこれ。水の波動。まあ、水の波動なんで耐久あります。クリスタル使っていく。クリスタル使っていく。もう一人いればね、楽だったんですけどね。もうクリスタル全部ぶっぱです。ここが使いどころ。 OK、 鎮静化しました。あとは叩くだけ。頑張れ頑張れ頑張れ。なかなか赤色になりませんね。これは死闘だぞ。なかなか赤色にならない。抜けちゃったってことはないよね。急になんかダメになってきたんだけど。うわ、赤色にならない。まあ大丈夫でしょう。半分で黄色になってますからね。何を慌てることがあるんだ。あとは連打してれば勝てます。まさかね、車の後ろでこうやってやってるとは思うもん。まあね、いざという時は話しかけようかなと思ってました。終わってみれば余裕でした。もしかしてあの2人で勝てるのかな。そんなことないよね。どうなんだろう。撃破です。よかった。3人もいれば余裕です。ただクリスタがなくなっちゃいますからね。回るのはね、なかなか大変だと思います。レールバトルで3回勝つやりました。戦いを共にした人たちです。ありがとうございました。初日にね、シャドウスイ君撮影できてよかったです。待った甲斐があったな。ではポケモンを救う。おお、ノーシャイニー。おお、よしくだった。やったー。なんというドラマチックミラクルですね。これは当てればよしです。
てトントン。初日一発目で色違いでした。完全に無欲の勝利でした。もう一戦できればいいなと思ったんで、ちょっと公演でまとめます。はい、というわけで公演帰ってまいりました。ライバルウィーク達成しました。これが一番の、ね、目標でした。では上からポケモンを受け取っていきます。色違い出るかもよ。ポチ。おお、マンキー。色違い出なくて OK です。全部ゲットしていかないといけないんですよね。なかなかに厄介です。もう全部ハブネークにしてほしいです。では2番目です。ポチ。ワンリキ。色違いじゃなくてよかった。では3番目です。ポチ。おお、グライガー。これまた色違い持ってます。色違いが出るごとにつまらなくなってきますからね。なかなかに難しいですよね。では4番目です。ポチ。おお、サンド。色違い持ってます。おお、威嚇してきた。5番目ポチ。おお、嘆き。嘆きはいいっすね。確か結構色違い分かりにくかった気がします。なんか後ろの岩透けてるぞ。苔かでは最後、色違いカモン。打撃でした。打撃の色違いは持ってます。ハブネークはどこ。もう終わりですね。では最後のリワードを受け取ります。ポチ。技マシンノーマルが2つ、不思議な雨が3つ、経験値が5000。これにて終了なり。結局4時間ぐらいかかりました。これ真夏は無理ですね。この気候だからできた感じです。今日ハブネークどれくらい捕まえたか見てみましょう。14体捕まえてます。まあ4時間ぐらいうろうろしてましたからね。まあずっとスマホ画面を見ていたわけじゃないですけどね。ただ色違いゲットするのは難しいと思います。いかんせん脇が少なすぎる。そしてなんといってもこれですね、全く期待していなかったスイ君の色違い、初日一発目でゲットでした。これはまさに値千金。胸を張って帰ることができます。